皆さんこんにちは、空へ広報部長のうーかです。本日は中秋の名月というお月様を見に来ました。そもそも中秋とは、暦上で、秋と言われる3ヶ月のうちの真ん中、一番ど真ん中を指していて、今日9月21日が中秋とされている日になります。その中秋に見られるお月様のことを中秋の名月としているらしいので、今日はその中秋の名月を、こちらの望遠鏡で撮っていきたいと思います。現状少しお月様に雲がかかってしまっているので、様子を見ながら撮影していきたいと思います。ただ今年は毎年毎年その満月とは限らないんですけど、今年はほぼまん丸の満月の状態で観測できるということで、とても楽しみです。あれ、なんか光ってんの消えちゃった。ピントがむずすぎて葉っぱにも合わないですもん、もはや。あ、葉っぱにピントが合いました。中秋の名月の撮影に成功いたしました。こちら私の iPhone 12 Pro で撮っているんですけれども、携帯でこのクオリティやばいです。めちゃくちゃ感動しております。望遠鏡に今携帯をつないでというかアタッチメントで接続して撮影してるんですけど、やばいです。もう実物の月もめちゃくちゃ明るくて、街灯いらないって感じの。さっきまですごい曇ってたんですけど、雲も30分ぐらい待てば晴れて、すっごい綺麗に撮れてます。感動やりました、皆さん。肉眼で見えないところまでめちゃくちゃ見える。はい、ということで本日9月の21日中秋の名月を撮影することに成功しました。いかがだったでしょうか。私たちもこの望遠鏡で天体をちゃんと撮影するの初めてだったので、あと雲もかかってたのですごい心配だったんですけど、撮れたんですよ。映像を見てもらえばわかると思うんですけど、すごい携帯でも綺麗に撮れて、
テンションは上がってました。あの皆さんに綺麗なお月様をお届けできて私とても嬉しいです次回もまたあのいろいろなことに挑戦するのでよかったらチャンネル登録してお待ちください。以上うーかでした。ありがとうございました。果てしない空にこの両手を伸ばして